トルマン。それは世界に革命をもたらした新たなエンターテインメント。仮想空間であるここドリンクワールドではボトルマンを使った真剣勝負ボトルバトルが繰り広げられている。最強のボトルバトラーボトルキングを目指せ。亮と戦った時もダメダメだったし、このフィールドは俺には狭すぎるんだよ。もっと広げりゃ俺の圧勝だ。お前さんは力に頼りすぎてんのよ。もうちょっと加減ってもんを覚えねえとな。誰だ？ここだここだ。さあ玉露抹茶俺到着。で、誰？さあ。知らない。最近引っ越してきた大井五右衛門だ。よろしくな。五右衛門か。俺、コウタ。聞いてるぜ。あの、ホカリ・リョウと引き分けたんだってな。俺の噂がもう広まってるのかよ。見てろ。次は絶対に俺が勝つ。その根拠のねえ自信、気に入った。つうわけで、いざ、尋常に、勝負、勝負。おお、かっけえ！面白え！乗った！ルールは簡単。あのハーフパイプを使って、キャップを5回打って、何回ゴールに入れられるかで勝負だ。わかったか？簡単簡単！全部叩き込んでやる！ふん！ちょっ！勢いつけすぎた。だから言ったろ。力に頼りすぎなんだよ。お前さんは。簡単に決めるなんて。あの五右衛門という男、ただ者ではない。ねえ、見てろよ。今度こそ、今度は力抜きすぎた。見てて飽きねえな、お前さんは。いって、この勝負、俺の玉ロックに有利すぎたかい。狙いのつけやすいコントロールタイプの玉ロックなら、確かにこの勝負勝ったも当然。そんなんに五右衛門のボトルマンさばきの達人級。そんなイツ大大パスはボトルマンの有利不利なんて関係ねえ。コーラ丸と俺の力はそんなもんひっくり返せるんだよ。どうやらホカリ・リョウと引き分けたってのは偶然じゃなさそうだな。いっけー！俺にはこれしかねえ。だったらチャンスはある。まただ。やっぱり力押しじゃ勝てない。これを待ってたんだよ。必殺ヘッドリバウンド。必殺のヘッドリバウンド。お、コウタ、それ反則。マジでか。お前さん最高だ。そうくるとは思わなかったぞ。いいから早く打てよ。無理無理、そんな見せられて勝負する気にならねえ。無茶な戦い方をするやつだ。面白いやつだ。いいよ、出してくれ。